かよさん、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、素敵な絵本ができたということで、ちょっと解説をお願いします。はい、この本はお家でお子さんの英語教育頑張ってるお母さんに、お家でお子さんと話すときにこんな風な英語で語りかけたら優しい気持ちになれるよっていう会話を紹介しようと思ってます。うん、これ例えば朝起きた時とか、どっちの服がいいかなって相談を受けてるとか、おばあちゃんにお花摘んでいこうとか、おばあちゃんお片付けできたねとか、うん、かわいい、ママがね、素敵、失敗しちゃって大丈夫だよママって言ってあげる、あと、ゲームに負けちゃった、大丈夫よ、うん、よく頑張ったよって言ってあげるとか、すごい、そういう、そういう会話、みんな声かけたいんですけど、やっぱりもう一つ踏み込んだので、なんて言ったらいいのってお母さんが多いので、ここで素敵なフレーズをたくさん見つけて声かけてあげてほしいなと思ってます。はい、あとじゃあテキストが入って、はい、ちょっともう一回ちょっと修正したのが上がると、はい、いい感じに出来上がるので、またぜひ拡散して、はい、皆さんに販売、はい、していくということで、はい、素敵な映像ありがとうございました。はい、ありがとうございます。パチパチパチ。